日比さんを書きたいと思います。アニメーション2通り目です。真ん中を押して編集ウィンドウを開く。大きな編集ウィンドウが開きました。ここに、まず、これは消しゴムで消えませんので、もう一回押して、前面と背景を交換にします。そして、ページを0ページから同じページを2つ作ります。0と1。そして、消しゴムで、こうやって消えますので、アニメーションしたい部分をちょっと変えましょう。ちょっと消しゴムで。こんな感じですか？はい。メモを書きましょう。これが1ページ目です。0ページ目は、このようにアニメーションしますよ。じゃあページのところを押して実行にします。このように元気なアニメーションができました。そしてバッテン、赤いバッテンを押して保存して終了。ということで、これでアニメーションができます。